こんにちは。今日は EU マーケットさんとのコラボレーション動画でオーガニックスイーツ特集をやっていきたいと思います。今回はチョコレートを中心にご紹介していきたいと思います。もう私は今回とっても嬉しいんですけれども、今までこうチョコレート食べ比べやってくださいとかいう声も結構いただいてて、まあ久しぶりにチョコレート食べ比べとまではいかないんだけどに近い動画を撮れるなっていう喜びを感じてるんですが、こちらに届いております。めちゃくちゃ嬉しいよね。じゃあまず一番最初は、これは私が一番食べてみたかったっていうものから行きたいなと思うんですけれども、こちらです。じゃーん。パーフェクトチョコレート EU さんがオリジナルで作られたチョコレートです。最近話題のギルトフリー、罪悪感なく食べられるチョコレートっていう形で作られてるんですけど、もちろん EU さんが作るものだからそこの部分は完全に極めているっていう感じで、完全にもちろんオーガニック無農薬であり、無添加でビーガンでローのチョコレートです。このチョコレートの素晴らしいところは、血糖値を上げない材料で作られているっていうところなんですけど、体にいいものしか入っていなくって、名前もパーフェクトチョコレートっていうことになっているんですが、 EU さんが本気で作ったチョコレート、いざババン。おー、12個入っています。ちょっと食べてみたいと思うんですけども、嬉しい、すごい楽しみすぎてたから。あ、そう、なんかこれ味はシュガーフリーなんですけど、無農薬のラカンカで甘みがつけてあって、まあ、ラカンカ好きとかね、普段からよく使いますとかいう方もいらっしゃるかなと思うんですが、通常の糖みたいに体で吸収されずに排出される糖らしくって、その反面ミネラルはすごく豊富っていうような特別な甘味料であるラカンカを使用しているっていうことです。っていうかもうちょっといろいろいいから食べてみてって感じですよね。食べてみます。いただきます。柔らかい。これ冷蔵庫から出して1時間ぐらい常温で置いておいたものなんですけども、生チョコって感じ。うわー美味しい。独特。生チョコとローチョコのちょうど間。うわなんかこれ美味しい。ちょっと待って、もう一個食べたい。もう一個だけ食べよう。これ一回食べてみてしか言えないけれども、これで体にいいものしか入っていなくって、こんなに美味しいチョコレート食べれるんだっていうような美味しい感じがする。めちゃくちゃ美味しいんですけど、これすっごいね、自分で食べるのにもいいけど、贈り物にめちゃくちゃいいと思います。甘みは全然くどくなくって、優しいほのかな甘みで、どちらかというとビターな味わいなんですけども、しっかり美味しいチョコレート食べてるっていう感じがきます。あの柔らかいので無乳って感じの感触ですね。はい、こちらの原材料は有機カカオパウダー、有機カカオバター、農薬不使用のラカンカ、有機アガベイヌリンとお塩っていうことです。スイーツイコールマイナスの嗜好品に終止符を、体に害を及ぼさない世界初のチョコレートっていうことです。ニキビもできないらしいです。言ってる先から私がここもうちょっと生理でニキビができてるんですけど、また顎に一つ一つが完全に手作りで作られているチョコレートっていうことです。世界最大オーガニック店ビオファで世界中のオーガニックスイーツを見たけど、こんなチョコレートはなかったって書いてる。いや本当にこれすごい美味しいよ。食べてみて。健康と美容両方に気を使っている方はもう絶対、あとすっごいあのチョコ好きっていう方はもうめちゃくちゃこれちょっと食べてみてほしいです。はい、ちょっと次はチョコレートじゃないんだけれども、可愛いおやつが入っておりました。じゃん。リスのおやつっていうお菓子です。こういう感じです。見える？この白いのがココナッツかな。いただきます。食感が圧勝みたいな感じの、ローストココナッツ&ナッツのトレイルミックス M サイズだそうです。原材料は有機ローストココナッツ、有機生パンプキンシード、有機生サンフラワーシード、有機ゴジベリー、有機ゴールデンベリーなどが入っているようです。全原料農薬不使用でサクサク感がやみつきになる、いつでも食べたい栄養おやつ、アレルゲンフリー、カフェインフリー、グルテンフリー、スーパーフードっていうことです。なんかこのリスのおやつっていう名前が可愛いと思いません？チョコとかじゃないスイーツが好きな方にはちょっとおすすめな感じがしますね。味はね、ココナッツの味、あのほの甘くて、なんかこれ私甘いお酒好きなんでつまみにもやさそう。ポリ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 食べながらお酒が進みそうみたいな感じもする。美味しい。こちらもとってもおすすめのリスのおやつでした。はい、でここからはチョコばっかりかなと思います。次もすっごく私が食べてみたかったものなんですけれども、こちらです。
じゃん。なんだと思います？まあ、チョコなんですけどチョコはチョコなんだけど、先にちょっと説明を読もうかな。こちらがビーガンショコラテリーヌが入っているものです。チョコのテリーヌが入っているの。もちろんビーガンでシュガーフリーでマクロビオティック、薬膳、グルテンフリー、メイドインジャパン、乳製品フリー、農薬不使用っていうことなんですけど、すごいね、生チョコみたいなリッチなすっごい美味しいテリーヌらしいんですよ。これは卵とか乳製品とか動物性のものはもちろんビーガンなので使用されてないんだけれども、一口食べたら生チョコ食べてるみたいに濃厚なんだって。で、実際チョコレートじゃなくてココアやカカオマスで風味を出していて、小麦粉とか米粉などの粉が使われてないからすっごい滑らからしくって、砂糖も一切不使用で黒糖やさつまいもを使ってコクや甘さを出しているらしいです。で、その使われている黒糖がマスコバド糖っていうもので、フィリピン産のフェアトレードオーガニックの特別な黒糖がこれには使われているらしいんですよ。すっごい濃厚なんだけど、もたれる感覚とかはない、本当に素晴らしい素材のみを使って作られているテリーヌ。パカッ、こんな感じになってます。これを引っ張り出したらいいのかな。あ、なんかすごい、ちょっとこれほら結構ずっしりとしていますから、これ切ってきますね。切ってきました。中はこういう風なテリーヌが入ってます。で、今ここを切ったんだけど、こういう感じ。じゃあちょっといただいてみますね。いただきます。めちゃくちゃ濃厚、すごい美味しい、濃厚。待って、美味しいよこれ。でもすっごいこだわられて作られてるから、これは金額的にも高価なスイーツです。気軽な感じではもちろんないんですけど、それだけこだわって作られているっていう感じで、だからさ、私思うんですけど、こういう機会がないとやっぱ新しいスイーツとかって知る機会が私もあんまりなくって、ビーガンとかオーガニックでスイーツをこだわって作られているところってそんなに数が多くはないじゃないですか。でも実際はいらっしゃるんだけども、出会うきっかけがないなって思ってて、そういうこだわって作られているお店や作り手の方々と。だからinUさんとかはそういうお店さんとかとつながって販売をしてくださったりして、これはinUマーケットオリジナルの限定のテリーヌなので、 EU でしか買えないものなんですけど、こういったものを販売してくださってるのが本当に素晴らしいなと。この作られているシェフの方がすっごくこだわって EU さんと一緒に開発した製品っていうことらしいです。めちゃくちゃ濃厚で美味しいテリーヌです。普通の私たちがデパートとかに行った時に買えるショコラティエのテリーヌとかとは素朴で、味わいの方向性が全然違うっていう感じがしますね。すっごい素材のナチュラルな感じっていうのはもうダイレクトにドーンって口の中に広がる感じで、一度は食べてみてほしいっていう感じですね。次がですね、こちら、じゃじゃん、可愛くないですか。これはinUさんで販売されているローチョコレート、こっちがベリーベリー、そしてこっちがキャラメル味です。で、これ以外にもこのシリーズのチョコレートたくさんinUさんで販売されているので、ぜひぜひ見てほしいんですけど、めちゃくちゃ可愛いチョコレートがたくさん販売されているんですよね。今回はこのいちご&ラズベリー味とキャラメル味を送っていただいたので、ちょっと食べてみたいと思います。こっち本当に私すっごい好きな気がする。私チョコとか無限に食べれるからね。だからチョコ食べ比べとかできるんですけど、マックスの時どのぐらい食べたっけ、すっごい量食べてましたね。きっと。いただきます。ローチョコって感じ。ローチョコ独特の食感、美味しいです。こちらは原材料がローカカオバター、ローカカオパウダー、有機ココナッツシュガー、イチゴパウダー、ラズベリーパウダー、有機生カシューナッツ、有機ローアガベシロップ、お塩ということです。ローで農薬不使用で無添加でハンドメイドでビーガンでスーパーフードでメイドインジャパンでグルテンフリーですよっていうことが特徴ということです。植物油脂や白砂糖が使われていなくって、安心してお召し上がりいただける仕上がりです。生のチョコレートで熱に弱いカカオの栄養成分も含まれているため、一般のチョコレートより栄養価が高くなっています。じゃあキャラメルの方も食べてみたいので、inUさんのパーフェクトチョコレートとかこのオリジナルのチョコラテリーヌはめちゃくちゃ味が濃厚だから、それに比べたらこっちの方がさっぱりした味だなって感じがします。いただきます。やっぱりさっぱりしてる。待って、もう一回、じゃあもう一回パーフェクトチョコレート食べて。ちょっとパーフェクトチョコレートの虜だわ私。ちょっとこれもう一回食べますね、パーフェクトチョコレート。うわ、もうこの列いっちゃったよ。毎日大事に一個ずつにしなきゃこんなの。いただきます。
やっぱパーフェクトチョコレートが、なんだろうこの味、語彙力、美味しいんですよ食感がめちゃくちゃ美味しいんですよ。どうやって言ったらいいんだろう、これ後味が美味しい。そしてなんか後味、助けて誰か、このこれを言いたい、なんか後味が、後味が素晴らしいですよもうちょっと待って、うまく全然言えなくて本当にごめんなさい。皆様のご期待に添えないこの食レポだってさ、美味しいものは美味しいって黙って味わったらいいやん。次もまたチョコレートがあります。じゃじゃん、高カカオ 70% チョコレート、すべてオーガニック認定原料、カリブ海の宝石っていうチョコレートです。もうこんなにたくさんオーガニックのチョコレート売ってるんだよ、いろんな種類の、すごくないですか。これはビーントゥーバーです、はい、原材料はカカオ豆、ハイチ産、有機砂糖、ブラジル産、有機黒糖、コスタリカ産のものが使われています。で、商品の特徴はビーントゥーバーっていうことで、ビーンはカカオ豆、バーはチョコレートバーのことで、チョコレートの原料であるカカオの仕入れから選別、焙煎、成形などの製造の全工程を一つの工房で行うことを意味しています。カカオ豆は産地別や品種別で風味が違い、発酵焙煎といったプロセスごとに味が変わるため、ワインやコーヒーのようにハマる方がたくさんいらっしゃいます。今までのチョコレートも全部そうなんですけれども、スーパーで販売されているチョコレートのほとんどが、いや私食べますけど、でもこれについてちょっとinuさんのページを読んでご説明させていただくと、板チョコを溶かして独自の味付けをして完成させているものがほとんどなんですけども、香料とか植物性油脂とか体に悪影響害があるものを添加しているっていうものが市販にもたくさん販売されているわけですけれども、一番その中で悪いってされているものが植物性油脂の中でもトランス脂肪酸って呼ばれるものはもう皆さんご存知だと思いますけれども、含まれている可能性が高いって言われていて、それがまあすごくとても危険な成分だからあんまり食べるべきではないと、もう近年では食べないようにしましょうということになっているわけですが、農林水産省でもトランス脂肪酸をずっと取り続けることによって心疾患のリスクが高まりますよっていうのも発表されていたりして、本当に気をつけなければならない食べ物なんですけども、そうなんだけど日本の市販のお菓子にはトランス脂肪酸が含まれたものってたくさん販売されているんですよね。普通にチョコとかクッキーとかいろんなものにいっぱい入ってるんですよね。で、それを食べながら子供たちは育っているわけだし、私も普段食べたりすることもあるし、減らしてはいるんだけど、すごく短すぎてゼロにするのが難しいぐらいどんなお菓子にも入っているなっていうものだと思うんですけども、まあなんで入ってるかっていうと、日本ではそういう規制がなくって、入れることによってコスト削減して安いお菓子を作れるから、危険な成分っていうのも添加物が入っているっていうことなんですが、今回ご紹介したチョコレートたちとかおやつっていうのはもうそういった成分は全く含まれていないものなので、本当に体にいい材料で作られて安心して食べられるものっていうのが inu さんで販売されているスイーツの特徴です。ちょっと待って、もう話が長くなったから食べていいですか。綺麗に入れられてるところが美しくっていいですよね。こういうさ、ケースにさ、わかる？いただきます。すっごい美味しそう。これはね、もうね、美味しい。めちゃくちゃカカオって感じです。はい、カカオ。カカオで食べてますっていう感じ。ちょっとサクサクした何か、カカオかな。カカオの食感も感じる。あ、パーフェクトチョコレートの箱汚しちゃった。手にチョコレートがいっぱいついている。幸せすぎる。で、最後にね、ちょっとね、食べるチョコレートじゃなくて飲むチョコレートですごくおすすめしたいものがあるので、それをちょっと作ってこようと思います。はい、では最後にご紹介するものなんですけど、それがこちらです。スーパーマッシュルームチョコラテです。スーパーマッシュルームチョコラテっていう響きだけでどういうことって思うんじゃないかなって思うんですけど、チョコラテなんですけど、今ちょっと作ってきたけれども、こちらはね、ミネリーと同じブランドのカカオドリンクだそうです。ここに USDA オーガニックと ACO っていうオーストラリアの厳しいオーガニック認証、2つのオーガニック認証を取得していますっていうマークがついてますけれども、これが何のカカオドリンクかというと、体のサビを取る抗酸化対策のカカオドリンクだそうです。抗酸化力が高い素材と免疫力を高めてくれる素材をふんだんに詰め込んで作っているっていうもので、薬膳とキノコの力を使っているみたいです。
です。体がどんどん酸化すると活性酸素が増加して生活習慣病になっていくと思うんですけど、それを食い止めていくためのチョコレートドリンクっていう感じです。すごいですよね。これもね、飲友さんがオリジナルで作られているもの。中はココアみたいな普通のパウダーですね。原材料がカカオ、チョコレートフレーバー、カバノアナタケ、マイタケ、レーシ、シイタケ、オリーブ、コーヒーエキス、モンク果実っていうものが入っているらしいです。無調整豆乳や無調整ライスミルク、無調整アーモンドミルクなどの植物性ミルク、またはスムージーやジュースと混ぜてお召し上がりくださいって書いてあるんですけど、こういうものって日本初で作られているみたいなんですね。美味しいもので体の不調を改善していきたいっていう願いを叶えるために作られたスーパーマッシュルームチョコラテです。普通にシェーカーでジャーンって混ぜてただけです。私は今日は無調整豆乳と混ぜました。いただきます。あのね、飲んでる時は普通のチョコレートドリンクとかココアとかのお砂糖入ってないものを飲んでる時みたいに美味しい、スルーって入っていく。後味にはちょっとやっぱり漢方みたいなのがふわって来るには来ます。だからなんかちょっと不思議な後味するなって感じ。想像してたよりは全然甘くない。もうちょっと優しく甘みがつけてあるのかなって思ってたけど、甘みの成分は一応入ってるとは思うんですけど、私は甘党だからだと思うけど、ほとんど甘みは感じないですね。むしろちょっと苦味の方がはっきり感じるって感じ。うん、やっぱ後味にキノコとかの独特な風味がファーってくるんだと思う。最初はカカオの風味がめちゃくちゃ来てるんだと思います。なんか私はこれに関しては美味しい美味しい美味しいっていう飲む感じの味とはまた違うって思うけど、まずいとか飲めないとかいうことは全然なくって、ほろ苦いカカオドリンクで、これがすごい抗酸化作用が高いドリンクだから体にいいから飲んでるよって思ったら、めちゃくちゃガブガブ飲んじゃうなっていうような感じがする。わかるかな。これだけど甘味料入れていいなら、入れたら私は突然もうめっちゃ好きな味になっちゃうと思う。甘味料を入れて、例えばこれとバナナとか甘いフルーツを混ぜてスムージーとかにしたら、もう途端に甘い飲み物に変わっちゃうと思うし、まあ単純にこれに蜂蜜とかアガベとか入れてみるとかでもいいと思うけど、まあそうしちゃいけないってことはないと思うので、でも全然このまま、まあ今私が一気にガーって飲んだみたいにこのまま飲むことは全然できるようなレベルの味ですね。めちゃくちゃ苦いとかはないで、甘いとかも全くない。カカオの後に来るキノコみたいな感じの味でした。はい、という感じで今回のインユーマーケットさんのコラボレーションはオーガニックスイーツ特集だったんですけど、いかがでしたでしょうか。皆さんに楽しんでいただけたら良いなと思うんですけども、今回ご紹介した商品のインユーマーケットの商品ページのリンクは概要欄に全て貼っておきます。一番好きだったのはパーフェクトチョコレートでした。また次回の動画でお会いしましょう。次回はアイハーブだと思います。またねー。